体制改善に向かうかどうかも注目されます。カツオ漁が盛んな和歌山県串本町では近海での漁が不調となる中で燃料価格の高騰によって遠くの漁場に行くのが難しくなるなど漁業者たちは苦境に立たされています。串本町の串本漁港では今月から5月にかけて釣り糸にリレーをして船を走らせながら近海のカツオを釣る健康漁が最盛期を迎えます。今年は黒潮が例年より南下しているところで近海の船が不調となっていて、今月の漁獲量は6トンと去年の同じ 4% にまで落ち込んでいます。さらに船の燃料の給油価格は昨日時点で1リットル当たり107円と半年前と比べ10円値上がりし高止まりが続いています。従来の方より30キロ以上になっていますが活用が増える可能性はありますが、燃料価格の高騰のことに量を諦める人も増えています。